これから、三日堀山に登山道整備に、はい、向かいたいと思います。で、まあ、その後、まあ、せっかくなんでこの足で名刺岳日本に今日は行きたいと思います。三日堀山にはですね、水切りの板が、いくつも設置してありますので、そこの、板に沿ってですね、土砂をですね、取り除いていただく、そのような作業になります。じゃあ早速行ってみましょう。天気もすごくいいので。そうだね、はい、快晴です。登山日和なので、楽しみながら行きたいと思います。水が流れてきて、ここが嫌がる。そうですね。これがもしなかったら、登山道そのまま下に流れていくと、この辺の石とかがですね、そのまま流れていって、どんどん水が道が掘れていってしまうんです。ここの山は結構森の山で、水がよく出るんで、こういう板はいくつも設置してあります。意外とね、こういうの知らないですよね。そうですね。知らずに歩いてましたね。見てもらうと分かるんですけども、こうちょっとこうもう、こう盛り上がってて、こう水が来たらこうちょっと越えてしまうんじゃないかっていう形なんで、こうちょっと取り除いてもらって。角を使っていただいて。はい。ここがちょっと持っちゃってる。そうですね。こうやって水の流れを変えてるんですね。そうですね。ここもそうなんですけども、なんでこんなに頻繁にあるかってことなんですけども、いくつもないと、これだけの傾斜で、例えば一つしかないって言ったら、それだけ水が集まってくるってところなんで、さらに乗り越えて大きな流れとなってしまうので、もういろんな箇所に設置してあります。これちょっとお願いします。こう若干凍ってるじゃん。若干こんなもんですかね。ないですかね。はい。超。あと15メートルとかに、もうすぐ水切りする場所がありますね。なんか。これが何のためにあるかって知らなかったね。本当もう今までね、全くね、そんなこう意識してないで通ってたので、ね、結構重要なね、役割だったんでね、やられてると思います。ありましたね。この辺はね、結構変わってますね。ねえ、まさかこんな登山を経験すると。本当ですね。昨日に続き。でも今日は、この景色見ながらね。ね、そうだね。綺麗だね。なんか見えてきましたね。登り始めて1時間。そうですね。1時間。まあ、作業しながらですけどね。はい、ちょっと地図が出てきました。今がここ頂上。そうですね。ですね。あ、うん、ちょっと三日堀山。三日堀山。三日堀山まで来ましたね。まあ、標高が2590メートル。ここからオレンゴ屋から出発して、うん、そうですね。落ちたね。
30何箇所。はい。結構ね、大変だったし。ですね。時間もやっぱ当然かかりますし。なんか本当に頭が下がりますよね。普段ね、こうやってね、歩けてるのも山小屋さんのおかげなので、身をもって感じましたね。まあ、今日ちょっとせっかくなので、ここから念したいけども、そうですね。はい。行ってみましょう。行ってみましょう。じゃあ、先ほどはここまでですが、名刺まで行きましょう。行ってみましょう。開けてきましたね。めちゃくちゃいい景色ですよ。あれがちょうどですね。あ、すごいですね。あれですかね。うんうん、あのね、ちょうど今でもいますけど。じゃあそこに目指して行きましょう。行きましょう。気持ちよさそうだね。ね、本当に。ここもやっぱ整備しっかりされてるので。マジでいい天気だね。ね、季節的にね、やっぱり空がクリアだから。夏とかね、より踏んで。開けてきます。じゃあ観光がね、停止だけか。すごい気持ちいい。ね。天使岳の山頂に向けて最後の頂上に向けて最後の道なんですが、結構ね、道がかなり急になってきました。結構。急勾配な道なんです。あともう少しでね、どうですか。天気もね、本当今日はすごくいいので、頂上の景色も楽しみです。空の青さがやばい。いやもう本当にすごい本当に綺麗。あ、山頂が見えてきました。ちょうど入ってますね。来ました。一度行きました。いや着いたね。着いた。よいしょ。練習室着きました。で、あそこに見えるのが天狗岳。天狗だね、綺麗だね。綺麗ですね。路線沿いもすごい綺麗に見えますね。またこういう天気の日に行きたい、ね、行きたいですね。人も結構見ますね。天気がすごい。昨日から一泊二日でなんかいろいろ山小屋のお仕事経験して、はい、最後年始に着きましたね。この二日間どうでした？いや本当に普段はね、登山整備とかしないでこう、まあ、登ってたんですけど、本当山小屋の方がね、こうやっていつもいつも整備してくださってるおかげで普段ね、登山できてるので、そういったものと感謝の気持ちがすごいあります。本当そうですね。ありがたいです。なんか機会があればまたね、やってみたいですね。ですね、またぜひ。やっぱ登りがいもありますね、その分、うん、じゃあ、1泊2日、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。